で、もう一人一人が発光してて、ドラムとかもめちゃくちゃ、なんか気分が乗りすぎて、時々ドラム叩くのやめて前に来たりするんですよ。で、踊り出したりとかして、あ、でも音楽ってこれぐらい自由であるべきなんだよなみたいな。ドラムの人はずっと座って叩いとかなくちゃいけないっていうのは固定概念だし、なんかトラウマですよね。衝撃わーみたいな、かっこいいってすごい思いました。いつだったなんだかった言いの出あしたれ、んだっサンプラザじゃないかな、まあ、でかああ会場がでかそくなってで、そう、行ける幅が、行く、なんだ、そう、隙間を見つけたんで。入ったみたいな。なんか隙あらば出てくるんですよ。隙があれば。まあ、あんまボーカルを立てるっていう文化じゃない、ね、そうですね。そういう概念あんまないです。そうですね。だからボーカルも楽器隊の一人じゃないけど。確かに、そうかもね。そういう意味合いがだ強いわゆるい。パーンとなんか、いわゆるロックバンド日本のっていう感じではないですからね。まあ、やっぱりそのインストの音楽に慣れ親しんできたというか、特にこの3人が。で、全然聞けちゃうっていうか、それ、むしろそっちの方がよく聞くみたいなっていう時代も絶対おのおのあったと思うんで、まあ、そういうのは絶対あると思いますね。まあ、でも YOU は今回のテレビもドラムカットが少ないと多分ちょっと機嫌悪くなる。そうっすね。そうっすちょっと存分に使ってあげてほしいですね。誰に席は存分に使ってあげて。おこですよ。そうだね。了解っす。はい。3つ？なんやろう。やんちゃ。優等生。動物園。わかんないですけど、これ私ファンの人に叩かれないですかね。大丈夫ですか。でも敬意を持ってその3つのワードです。俺思い出した。僕当時ラジオ番組やっていて、でそこに今芸大の連中面白いぞっつって、誰来てくれたんだっけ、あの時。俊君じゃない？あ、石若だ。そう、石若俊君をゲストに呼んで誰か連れてきてって言った中に常田君が確かいたんですわ、最初。それだ。でスタジオで演奏してもらって。やってたかな、もう常田も芸大辞めてたし、その時は。でもなんかその芸大のコミュニティがその時すごい面白くて、みんながこう大学生っぽく、じゃ、まあでもね、みんなふてぶてしかったな。 でも特にやっぱ常田はなんかもう肝が据わってて、ちょっとこう斜に構えたような感じがしてて、やっぱでも気になるじゃないですか、そういうガサついた人。で、そのちょっと後にサバビンチの音を CDR でもらって、やっぱすげえなっていう、かけまくってましたよ、当時ラジオで。衝撃的だったよね、さっねき聞いた時ね。まずもうサウンド、もう純粋にかっこいい、わ、何これ、かっこいい、聞いたことないこの感じみたいなところから、いわゆる生演奏ジャズっていう範疇はもう超えて、世界観をすごい作ってくるなっていうイメージがすごくあって、ビートも重たいし、汚れてるし、ギラギラしてるし、なんか、ギラギラしてるギラってギラ感してじるね。ね。まあやっぱ人間的にも僕は惹かれまして、いろいろギラギラしてるんだけど、その表裏一体結構可愛い部分もあって。すごい怖い印象はどっかで与えたいな。そんな気持ちあるんですか？ちょっと怖いパターン取ってくる。与えたいって言ってるところ可愛い。すごいシリアスなバンド。綱さん、今日どんな気持ちで臨みますか？喋ることじゃないっていうかね、そういうこと。言うことじゃない。言うことじゃない。聞くもんじゃない。いや、笑っちゃった。笑っちゃったよ。聞くもんじゃない。世
関裕とかも結構早い段階からもう名前とどろいてましたからね、このジャズ業界すごいのいるぞ。あの昔は僕の印象だとそこまでキャラが、見た目のキャラが、音のキャラは立ってたんだけど、そこまで見た目のキャラ立ってたかなっていう感じなんだけど、今すごいもんねステージ上の存在感がもうすごい、一番後ろにいるけどフロントマンより多分圧強いよね、彼のね、音も含めてパフォーマンスもすごいドラマになりましたね、うん。彼もすごい好きで、うん、彼は当時出会った頃、今ちょっと知らない、分かんないですけど、自分が習ってる先生の家に住み込みで習ってたんで、うん、今時そんな人なかなかいない、ね、でもその先生の面倒くさい話とか聞きながら、うん、っていうタイプのミュージシャンなんですね。そうそう、やっぱり生まれた時代間違えてるかもね、もしかしたらね20年ぐらい2、30年前のこのノックミュージシャンな香りがするんだ、うん、するなんかちょっと前のフェスの楽屋でさ、うん、すごい久しぶりにみんなに会って、うん、めっちゃ悪そうでみんな、まあ、酒飲んで顔赤くなったんだけどはぁーと思っていいなと思ったんですよ ねその時にあんま群れてないしね、うん、すごいいい雰囲気出してんなと思って。キングヌーの悪さの中にポップさを加えるとするならば彼の歌声なんじゃないかっていう、そうね、気がしてるかな、まあ、本当だし、うん、なんていうか歌を学んでたので、サトルはだからいろんな声を出せるというか、だから技術がある分ね、だからそういうこの曲に対してどの声を当てるかっていうのは結構細かくやってますね、曲ごとに。まあ役者なんだよね、サトルは。キスイ。いや、新しいワード出てきちゃった。俺役者なんだのっていう。なんか、俺はそうですね、役者なんで。ジャズの素養はもちろんあるんだけど、基礎体力的なものもあるんだけど、ジャンルはあんまり気にしてないんです、多分の人ら。それが多分ね、面白いとこだなと思って。で、実はその、またちょっと僕のラジオの話になってしまうんですが、その番組であのセッション生ライブやってもらった時も、1曲目がみんなが思うジャズっぽいセッションをして、2曲目がダブステップやったんですよ、同じ音で。その振り幅は、あ、こういうことだなこの世代はと思って、全部のこことこことここみたいな、多分世界にの隅々まで通用するような音を作れるんですよ彼らは。でも J-POP をやってるんですよ彼らは、キングヌーになって。そこの本当は それがそこをやるスキルとセンスがあるのに、そういう人たちが狙ってポップスをやってるっていう、うん、まあ、これも才能というかセンスないとできないですからね、このあの耳に残るメロディーとかアレンジとかっていうのも。だからそこは意識的に J-POP の名盤じゃないですけど、いわゆる名曲っていうものをこの2年くらいしっかり聴いたというか、宇多田さんとかミスチルとかサザン、サザンとか